はい、というわけで、初見さん歓迎、質問歓迎、投げ銭スパチャは大歓迎、来るものはコババンズ、パーカッションのワークショップをお送りします。高文がお届けします。よろしくお願いします。今回やるあのパターンを、まあ、そのまま音楽にも使うこともできますし、日々の練習ね、練習メニュー、何やったらいいかよくわかんないっていう方はね、今回のこの順番にやると結構こうスムーズにレベルアップできるかなと思いますので、やってみてください。とりあえずまず3連携からいきます。1、2、3、1、2、3っていうことですね。 B がさっき言ったベースで、2はこの先端の方のチで、 H はヒール、この親指側のチですね。まずパターンを歌うとドチチチチチになります。ドチチチチチドチチチチチ、1、2、3、1、2、3、ドチチチチチ、ドチチチチチ。この一番最後の3のチ、3の2の時に振りかぶるですね。ドチチチチ、ここで振りかぶる。ドチチチチチで振りかぶって落とす。でまたチッチに戻る。いきます。ドチチチチチ、ドチチチチチ。どっちちちどっちちちどっちちちちち、1、2、3、1、2、3、次ちょっと変えてドチッチパチチにします。ドチッチパチチ、ドチッチパチチ、このスラップ以外は全部同じですね。2回目のこの1が S スラップになりました。ドチッチパチチ、ドチッチパチチ、ドベースとこうスラップがドチッチパチチ、ドチッチパチチ、こう交互に来る感じです。ドチッチパチチ、ドチチパチチ、ド。じゃあ一個一個ちょっと確認してみますか。ド、これいいじゃないですか。ド、ベース、ド、チ、チ、はい。でこの後スラップ行きたいから、やっぱりここで振りかぶりたいですね。この最初のワン、ツー、スリーで、こうちょっとこの振り幅を作りたいと。ド、チ、チで振りかぶる。で後落としてパー。スラップ行って、チッチでまた振りかぶる。ドッチッチで振りかぶって、パッチッチで振りかぶって、ドッチッ振りかぶり、パッチッ、はい、ドッチッ、はい。せーの、ドチチパチチ、ドチチパチチ、ドチチパチチ、ドチチ、次、今まではワン・ツー・スリー・ワン・ツー・スリー3連携の動きだったんだけども、ちょっとこれをあのタイミングを伸ばします。ワン・ツー・スリー・フォー、ワン・ツー・スリー・フォーってね、フォーカウントの感覚になるんだけれども、このアルファベットが書いてないところは休みです。つまりドッチ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 になります。ワン・ツー・スリー・フォー、ワン・ツー・スリー・フォーのワン・ツーが休み、ワン・スリー・フォー、ワン・スリー・フォー、タッ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 っていうリズムになります。
で最初だけがベースで、あと全部はヒールトゥだから、どっちちちちちどっちちちちちどっちちちちち、最初にやったどっちちちちちありますね。はい、これを間隔を変えただけです。最初一発叩いてちょっと休む、どっちちちちちっていう感じでね、ちどちちちちちどちちちちちど、どちちちちち、はい、次間に1回スラップを入れたっていう感じになります。音型は今と一緒で、どっちちパッチチどっちちパッチチになります。どっちちパッチチどっちちパッチチどっちちパッチチドパドパドパって交互にベースとスラップが来て、まあ、その間をチチチチチチって埋めてるっていう感じですね。どっちちパチチドどちちぱちどど、どぱどちちぱこれできたらね、楽よ。大体その最近の楽曲ってみんなテンポ早いじゃないですか。だから最近の楽曲に合わせて何かパンデロ叩きたいってなった時に手追いつかねえわっていうことよくあると思うんですよ。あーみたいな。そういう時にこういう間引いたパターン、あのチッチチチチチとかチチチチチチみたいなやると、どっちちパッチと、はい、次。これはね、割といけるんじゃないかと思ってるよ。あー、ごめんなさい。これ最後黒丸だけど、どっちどっぱ、どっちどっぱ、どっちどっぱっていう感じになります。まず前半、どっちど。どっちどってね、ベースが2回来る。どっちど。はい。どっちど。ベース2ベース。ベース2ベース。で、この後はスラップ打つだけ。タイミングで、どっちと、うん、ぱ。これだけです。どっちと、うん、ぱ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 。ぱ。ドーン、チッドーンって打ったら、もう一回こっちに振りかぶってあげて、このベースを打ったままの腕の形で大丈夫です。内側にこう回した動きで振りかぶっておいて、パを狙いに行く。ドーン、チッドーンって狙って狙って、パ。ちょっとこう対空時間がある感じですね。じゃあ最後
どっちっちぱどっちちち、どっちっちぱどっちちちです。どっちっちぱどっちちち、ゆっくりやります。どっちっちぱぱ、打ってるタイミングで今度はこっちに振りかぶろう。ぱ、打ってるタイミングでこの親指振りかぶってすかさずドンです。最初からやるとどっちっちで振りかぶる、パ打って振りかぶる、でもう一回ドいって、チチチで振りかぶる、ドチチで振りかぶる、パッて振りかぶる、ドドチチパドチ。はい、テンポ上げます。どっちっちパード、どっちっちパード、これがいわゆるね、パンデロの、ブラジリアンリズムで一番ベーシックなやつ、よくあるやつです。2拍子ね。どっちパードチチチチチチパードチチチチチパードチチチチチパードチチチっていうやつなんですけども。はい。ここで初めてミュートが出てきます。この裏側を、まあ、何指でもいいんで、押さえる。か、親指が使える人は、親指をつけたり、離したり、つけたり、離したりすることによって、ミュート、ノンミュート、ミュート、ノンミュートって話じゃん。あるいは、こっち側で、これ音色をドゥーンって伸ばす音なのか、ドゥンってこうちょっと止まる音なのかっていうのを切り替えて、前半部分、前半の1、2、3、4は押さえます、ミュートで、後半の1、2、3、4は放つ。するとチッチッパッド、はい。ミュートを加えることによって前半がちょっとこうね、短くなるので、トゥッチパ、ドチチチ、トゥッチチパ、ドチチチみたいになります。トゥッチパ、ドチチチ、トゥッチパ。よりこの後半のベースが強調されるっていうことになりますね。ここが一番強いと。ドン、ここ。トゥッチチパ、ドチチチ、トゥッチチパ、ドチチチ。ドチチチドチチパドゥン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 ってかね、ドチチパドゥンドチチパドゥン、ワンツーワン。日々の練習でなるべくこの楽にチキチキフーンってね、はーってよ楽にやることを最優先に考える。あー、なんか楽にできたかもと思ったら、一回一回このね、振りかぶってベース
また振りかぶってスラップ、この発音を確認します。でこれをつなげていきます。まずは最初はどっち、1231213123で次はどっちパッチッチで次はどっどっちチッチ、これさっきのどっちチッチッと実質同じっていう感じ。はい、で今度はパを加えて、どっちチパッチチどっちチパッチッチですね。で次はバイオン、どっちとパ、はい、これができたら最後全部刻むやつ、どっちチパドン、どっちチパドン、どっちチパドン、どっちパ、という段階で、多分ね、まあ、ビギナーの方だったらどっかで、ね、できないところは絶対出てくると思うんだけれども、できなかったらその1個前からね、丁寧にやってみてください。で、それができたら、この次のパターン、次のパターンでこうレベルアップしていくと、良いのではないかと思いますというところで、今回のワークショップは以上になります。